5番でございます。今日も、新女神転生デビルサマナーセガサタン版です。そうだ、この配信は Twitch でも配信しております。ログは YouTube でも、視聴可能。Twitter では配信告知、Discord では Twitter 的なことをやっております。URL などは掲示板トップをご覧ください。いやー、配信外で5時間ほどレベル上げレベリングアオバでございます。レベリング作業していたんでもう疲れ切ってるんですけど、疲れた。ほんとレベル上がんないのね、このゲーム。いやー、辛かった。仲間もアライメントの諸々の都合で1名か2名しか仲間に加えられなくて、結局、ね、陣容が変化、自分で合体させたもの以外変化なしっていうね。はっ、ため息しか出ない。まあ、とりあえず、ウルティマ行ってきますか。あ、違う。このデータじゃないな。まあ、あといいか。ゲームとは稼ぎである。 W なくす。あのレベリングを配信でやっていたら2日かかりましたからね。それ考えればやる意味はあるんですけど、だからといってほんと不毛ですね。まあアニメ007見られなかったけど、アニメ見ていたんでいいんですけどね。だからといって辛くないわけじゃないんで、ほんと不毛な作業ですよね、レベリングって。ギャラクシー、これか。久々に、ね、チート使う人の気持ちが分かりましたよ。この作業、チート使えば、ほんの数分とかで終わるんだな、ね、配信で楽をするためのクロー W。 そう、ほんと何や、自分はほんとね、やってる最中は私の気分はもう完全これですよ、これ。ずーっとこの状態でしたよ。せーの、ほい。ここぐらいかな。失敗した。やり直しによるロスを防ぐためのやむを得ない作業 W。 だとしてもちょっとなーっていう。昔はこういうね、稼ぎ作業とかレベリングは嫌いじゃなかったんですけど、今はほんと時間の無駄に思えてならないんですよね。あれ、せーの、ほい。あれか、やることがいろいろあるから、それ以外のことをできるのにそれしかできないっていう、その状態が辛いのかな。あれ、
せーの、はい、はあ、5時間あればディアブロ多分1階層2階層いけたんだろうな。あっちも初期ソウルレベルでもクリアできる楽ソシリーズは神ってことか W。 あれはアクションゲーですからね、技術があればどうにかなる。RPG の場合は、あ、ミスったか。何ですか、ある種のトレディショナル RPG って感じですか。そっち系はもうどうにもなりませんからね。せーの、ほい。まあ逆に言えばその苦行さえ許容できるならば誰でもクリアできるって点で、そこは利点として見ることができるか。あー、ミスターチックショ。あれ、あ、間違えた。CキーじゃなくてIキーを押しちゃった。ある意味、毎回繰り返しっていう点では、ローグライク系はまさにそういうタイプだけど、あっちは苦じゃないのはなんでなんだろう。せーの、はい。毎回毎回変化があるからか。パターンはあれど変化があって、遊ぶたびに経験値が得られる、プレイヤーの経験値が増えるって点で大きいのかな。おい、チェストの名前が知りたいんじゃなくて中身が欲しいんですよ。Drop the avatar. I will come through the black gate now. Do not let him near. あ、ダメだ、指が指が疲れすぎて連打ができない。So, avatar, the moment of truth. あれ、入れない。入れない。まあミスも多い中で5秒台ならまあ上等でしょう。ちょっともう右手が疲れすぎて連打できなくなっちゃってる。メッセージスキップができなかった。びっくりした。さあということでいきますか。あ、音が出てない。視聴者ではない。監視に予報通り気温が下がりはしたんだけども、聞いてないよ。で、レベルで寒くなって重ね着で対応している中をお届けする不定期コーナー。今日のテクアの時間です。今日もお薬出しておきますね、リンク。日曜でなければソース的に引いてたリンク。ちょっと俺ほんとこのマッピングツール、セーブしないで終了させた時にセーブをしないまま終了していいですかっていうのは、あのメッセージどうにかしてほしいな。セーブしますかのダイラグ出してほしいな。分かっておいても疲れた時に雑に連打しちゃってマップが消えますね。
27。確かに今日は朝寒かったですね。寒くて目が覚めたけど、それ以上どうにもできずにまた寝るっていうことやってました。5分迷宮。28回目か。これ。はあ、ため息しか出ない。今日も薬出しておきますね。いつもの帯置きですか。レコードチャイナ、韓国の造船技術に追いつけないライバルの日中からも発注相次ぐ。ほう、他の国のネットは技術が盗まれると警戒。いや、あの国って蘇生乱造で、ダンピングと蘇生乱造、国からの支援によって成り立ってるんで、技術で選ばれてるわけじゃないんじゃない？めちゃめちゃ安いから買われていたっていう。うん。ああ、なるほど、なるほど。自国ホルホルしてる記事なんだ。なるほど、なるほど。うん。まあ、日本の造船業関係、結構廃業ありますからね。それもあって、受注に対する、需要に対する、ね、供給が追いつかないから、そのおこぼれがそっちに行ってるだけじゃないのかな。日本の技術で、ねえ、成り上がった造船業が、ねえ、そこを忘れて、あたかも自国一国のみでどうにかしたような、この物言いね。いや、本当、サウスコリアとチャイナに対して技術支援という名目で、ひたすら流出しまくった結果ですからね、ろくでもないですよね、あの政策。はあ。あれ、外交の天才様に評価の声が上がってますね。なるほどな。現実を見ないで。いつものやつですね。ポストセブン。日曜でなければ。チャイナ指導部、恒大集団の経営危機で軍警察に第1級。韓国が赤字ってのがおもろい W。 これ国からの支援なくなっちゃったんでしょうかね。あれ、そんなこと書いてありました？この記事には書いてないっぽいか。そういうことなんだ。あそこって。恒大集団の軍警察に第一級警戒、厳戒態勢を命令。これ、市民の不満が指導部に向くっていうのを、あれか。革命起こされないように、警戒するってことが。自業自得じゃないこれ。はあ。ねえ、プーさんの、金平ちゃんの自分の権力守りたいがために、
対抗派閥関連のを潰してる、その煽りは市民が受けて、国民が受けて、それに対する不満度の吐け口を自分に向かうこの避けるために、暴動を起こさないためにっていう流れですか。非常に分かりやすいですね。ありがとうございます。とりあえず合体からやりますか。これは速度を上げて速くなる？なんないね。ヤマトノオロチとガネーシャとハヌマン作りました。で、ソロネが仲間になったのかな。一体だけですね。ソロネが仲間になりました。これほかは仲間になってくれませんでした。あと作ったのがヤマタンオルチ。これ正直戦力としては微妙。ガネーシャは意外と強いけど、連続攻撃が2回で通常攻撃が3回なんで、通常攻撃してもらった方が強いね。違うな、ランブルラッシュは1回攻撃かで、無動たまに連発してくれるんで、うん、効かない敵に対して連発するんで殴ってほしい。ハヌマンは違う、タケミカズチはレベリングの時ずっと使ってました。レベルは50代だけどまだ一戦で活躍できますね。でハヌマンは疾風陣雷がそこそこ強いかな。うん、日本の造船関連が劣勢なのはまあ事実ではありますね。ただ、うん、お隣の国金でダンピングしまくってるので、張り合うとは家事確定なので、うん、日本側は張り合ってないだけです。お隣が国金で赤字を補ってでもダンピングしてるのは、うん、雇用を確保しないと生活保護で補填以上の赤字になるから、うん、そんな状況なのでダンピングできないほど赤字を垂れ流し、お隣が絶命するまで電化品の受注は絶望的ですね。なるほど。ということは特殊な、日本の得意としてる特殊な船とかそういったものが中心になっちゃうのか。すごいね。前 WTO に訴えられてませんでしたっけ、カノクリの造船橋のダンピング。それでもなおやってるんだ。ひどいですよね。はあ、なるほど。そういう経緯で現状そういうことになってるんだ。うん。役者とソロね。これガネーシャだな。ってことはカノクリが、継続中ですね W。ダンピング訴えられてもなお、タケミカズチ君優秀なアタッカーで常 W 連続攻撃が便利なので、そうそう、消化 W、 あの火力的には1段劣るんですけど、連続攻撃が強いんで、連続攻撃最大6回できるんで、走行火力的にはまだ1000級なんですよ。故に使ってます。合体できずに使ってますね。
いや、本当かの国は本当迷惑でしかないですね。ヤマタノオロチでスレイブにいる。レベル下がっちゃうな。呪殺に弱い。これダメだ。呪殺使ってくる敵いるから。真面目に攻撃してくれるだけでも優秀な説 W。 意外と有効度上がってるんでちゃんと殴ってくれますね。五霊でステータスアップさせて竹三日月強化しますか。五霊って何？なんだっけ、これって何？わかんない、すいません。なんだっけ、精霊と合体すると一段階上の悪魔作れるってのがありましたね。他の情報って見たことないな。ガルーダ違うの選んだな。使いづらいヤマタノオロチを変えてしまえるのか。ステータスアップさせられる。へえ、御霊って何でしょうね、初めて聞いたけど。技術が盗まれるとかコメントしてる韓国人に真実を教えてやれよって思ったわ。W 確かに。どこの技術の使って作られてるのかって、そもそも自国の造船技術どこの技術かってことをねえ知ってほしいですよね。日本の造船会社がかの国でひたすら教えてさらに乗っ取られたっていうね。そしてかの国が使ってる船とかに使ってる特殊交換系がね、ポスコでしたっけ、 あそこも日本製鉄かなんかの技術をね盗んで作ったものとかね。もろもろ含めて知ってほしい、ちゃんと知らないとダメですよね。イルルヤンカッシュ、ジョジョのスタンドにいましたね。なんとかスプラッシュ的なものありましたね。体当たりか、一発だと使いづらいな。まだヤマタノオロチの方がいいか。アブラクサス、これ仲間にできるレベルになったね。でも倒したから仲間になんないわ。まあ倒しやすいやつだから別にいいか。ゴグマゴグ、あ、これ無理。67か。精霊と精霊を合体させると御霊になって、それを悪魔と合体させると力とか HP とかが底上げされる育成要素。ネタバレありがとうございます。ゲーム内とか説明書に書かれていない情報ですね。ゲーム内でそんな情報ありましたっけ。勘弁してくれ。まあそういう要素があるんだ。あ、ガルーダ見たっけ。あ、これ作れるな。ライトか。いや、ローライト系か。これ、召喚できるかな。面倒だから、大半の人はやらないから、ネタバレしたところでやらないでしょ。私も、精霊捕まえてくんのめんどくさいからやらないけど、でも、まあいいけどさ。むしろ言われたことによってやらないことが確定したぐらいですけどね。これはいらないな。剣と技に強いんだと
殺されちゃうね。モンハンライズの続きで消化 W。 あ、あれアインストールしました。あのハードディスク空きがなかったんで消しちゃいました。まあ再インストールすればいいんだけど。まあ多分今日もダンジョンのマッピングで終わりじゃないかな。ラスダンが都庁より、違う視聴者より短いってことないでしょうからね。まあいっか。合体めんどくさいからいいや。現状で戦えるからこのメンツでいこう。めんどくさいっていうか作りようがないわ。作れたとしても今出てくる敵ぐらいしか作れないから。それじゃスイッチ体験版配信ですね W。 うん、やるとしたらそっちが現実的でしょうかね。うん、まあ今日でクリアできればですけどね。はあ、ああ、ちなみに、まあ、見たの通り、古墳遺跡の1階に関しては、あの、配信で歩いていない部分まで全部マップ作っちゃいました。実際は、あの、マップ完成したんですけど、あの、保存できてなかったみたいで、中途半端ですね。あと、霊峰さんレベル上がってエストマを終えました。まあ、使わないけど。あとステータス新日鉄がトヨタと中華系製鉄会社を訴えてる件ですが、うん、新日鉄の技術が今回、うん、別件の技術特許で裁判になった際、ポスコがスパイで奪った技術を中華に売ったことを証言したので、うん、今回の裁判での流出が増え、市経由で流れてることが示唆できて、うん、その線で新日鉄が訴えてるみたいですね。すごいな。本当にそっち経由だったんだ。チャイナの方が、あの、独自に盗んだわけじゃなくて、ポスコ経由で流れていったんだ。すごいな。まあ、ポスコの方は、あれ、じゃあもう確定してましたよね。裁判で確定して、盗まれたのが確定したから、あの、提携だか、なんかしたんでしたっけ。あの、利用料払う的な感じで。はあ、すごいね。あの特殊公判系、時期なんとか公判でしたっけ。あれ、なんでチャイナ作れるのかなと思ってましたけど、本当に日本の技術だったんだ。それがサウスコリア経由で流れていったんだ。すごいね。はあ。ということは、この一件のみならず、やっぱいろんな技術が、ね、明らかにおかしいチャイナの技術が、やはりあっち経由で流れていってるっていう流出経路が、ね、ルートがほぼほぼ確定したような感じでいいんでしょうかね。これは、続々と出てくる流れですか。ありがとうございます。すごいね。まあ流出対策していなかった日本店ものもありますけどね。だからといってそういうふうに売っていくのかってね、すごいね。はあ。やはりカノ国は信用できない。まあ分かりきってるか。あれ、エストマ使ったっけ。いや、フエンジは使ったか。ステータスは速さ上げました。速さ28ですね。で、蓮舫さんが、蓮舫さんも、速度上げたのか。27。敵より速く動かないと、
ケトラ缶マカラ缶貼れないんで。盗んだ技術で金を稼ぎ、札束で技術者や企業や国を殴る W。 もうねえ、ろくでもない、ろくでもない国、企業の、企業というかろくでもない国のね、お手本みたいな感じなんですね。ほんとかの国が日本に対してどういう風に口先でどうこう言ってもその実話ってのがよくわかることですよね。日本って産業警察的なものってないですよね。だからこそやっぱやりたい放題なのかな。流出対策、よくアメリカとかだとそういった技術関係ってね、国の法下に入っちゃったりとか、制限7万マグネタイト W 7万5000ありますね。だって1回戦うと多い敵で1500、少ない敵でも250以上もらえるんで、マグネタイト消費が多いな、あ、仲間を召喚していてもほんとガンガン増えていくんですよ。ゆえにマグネタイトには困らない。まあずっと召喚失敗は辛いけど。こっち合ってる。ただトヨタ側は中華系製鉄会社と契約する際、製造製品は特許侵害等をしていないことを契約内容で確認しているので、トヨタはメーカー同士で裁判しろって方向で、新日鉄側は書いてても実際は侵害を分かってて使ってんだろって争点みたいです。なるほど。稼いでいたことが数値で分かるとは W。 そうですね。このゲームでマグネタイト集めるの面倒ですからね。それゆえに稼ぎが分かりますね。ひどいね。トヨタもある意味あれですか、確信犯的な感じっていうことなんでしょうかね。三つどもえの殴り合いですか。できればね、警告の実をひたすらに叩いてほしいけど、あれ、これルート間違ったよね。逆ですね。というか現金そんなに持ってても使わないんじゃない？え、使わないですね。まあ3万ぐらいなんで、交渉に使えるかなと思ってほっぽらかしにしてます。悪魔との交渉でとりあえず何かもらおうかって時にお金要求される時あるんで、それ用の現物ですね。まあ実際今日の配信外で請求されたこと一回もないけど、何かいただこうかっていうそのぐらいのものでしたね。そしてことごとくやっぱりお前、あんたの仲間になれないよっていうのが9割でしたね。唯一ソロネ以外は、唯一ソロネだけが仲間になってくれて、その他はことごとくやっぱダメだわっていうね、そういう感じでした。よし、マップ書くか、書かなくてもいいけど。現金日本円を要求する悪魔とは W。 そう、意味わかんないですよね。一体何が、何に使うのか。ああ、でも悪魔は人間に化けて活動してる時があるみたいだから乗っ取ったりだね。そういう時に使うのかな。そういうのがありそうだけど、こうで、こう、
っぱりやりながらじゃないと書きづらい、すごく書きにくいな。こうか。うん。で、こう。で、こう。こう。メガテンって、テンの神々がコンビニ前でガン飛ばしてくるヤンキーの感覚で気軽に喧嘩売ってくるゲームですし。上に小銭を持っているってやつですか。街に出て相場を確認しながら現金と MAG で資産運用してるんじゃない。なるほど。 W エナジー研究所でね、あの取引してるんでしょうかね。あそこでうまく取引すれば結構小銭稼ぎそうですからね。確かに それありそう。マグネタイトによる FX ですか。あー、これテレポの場所書いてないな。まあいっか。一回外出ちゃったんでストマ切れてる可能性。あー、切れてるな。どうしようかな。今のところレベル、ここだとレベル65のしか出てこないから、呼ばなくていっか。フエンジ、こっち。いやー、このダンジョンに入ると今日の5時間分永遠とうろうろしていた記憶が蘇って嫌な気分になりますね。ちなみにこの一直線のラインを行ったり来たりしてました。永遠と。ここ、とりあえず近場から行こっか。で、2階。存在価値がいまいちないけど、何かあった時に使うって時でもいいと思うけど、テレポートが出てきたら使うって感じにしよっか。あ、ここ行けない。あ、こっちも行けない。これいつルートだ。違う、こっち。これあれ、敵が出るってことは65以上。あれ、これレベル65だよね。自分より低いってことは自分のレベル含めないんだ。あ、はい、すいませんでした。そうやるか。いや、待てよ。会話で回避しよう。あ、そういえば言ってたね。あの、交渉失敗したけど、あの、出直してくるって言ってたね。はい。あ、すいません。仲間になった。やった。ありがとう。これはでかいな。
これ戦闘回避が楽になる。うん。ペンタウォールってなんだ。ストマー切れてる？効いてるね。左がテレポーターだね。で遭遇してるから会話中にどっちが行くか話し合ってる様子を想像して一人で受けてる。どちらが仲間になるかってね。多分主人公についていった方が、ね、将来性はありますよね。下手すれば新たに遭遇して倒される可能性もあるわけで、そういう点で、あ、なるほど、ここか。譲り合いではなくて奪い合いの可能性もありますね。うん。いやー、これちょっと怖いから召喚しとこうか。あー、どうだ、どうする。うーん、マグネタイトあるし呼ぶか。まあ、とりあえず竹三日槌一人だけ呼んで、もし敵が出てきたら他も召喚しよう。竹三日槌一人いればほぼほぼ十分敵と渡り合えるから。正面、これ滑ったな。あ、戻れない。ヒヤー。マッピングしよう。で行き止まり、ほほう。このゲーム優しいのはテレポートした時音が出ること、音が出ることですね。それのおかげで若干わかりやすい。あれ、エレベーターだ。違う、階段がある。ハズレっぽいなこれ。多分これ下でしょ。いやー、新月になっちゃった。よし、音だけ鳴らすトラップも置いてもらおう。それはそれで告白ですね。恐ろしいですね。あ、でもそういうトラップも確かにありですね。飛んだように見せかけて実は何も変化もなかったっていうね。
あのマップが開けないところでそれやられたら多分気がつかないんじゃないかな。かなり難易度高めじゃないかな。上、あ、待て待て待て、あ、いや、あ、うん、今は仕方ないか。またこのパターンか。今一番奥でいいや。あ、これ上へ行ける階段だな。1234123423。下の向きのつけとこう。これ上行くとどこだ。いや違うな。真逆なマップ。知らん知らんが母。うん。で歩き回るタイプには無駄なトラップですよね。そうですね。むしろねえ、むしろそういうおまけ要素がある分。場所の特定しやすいっていうね。これもこういうタイプか。いやー、これ相当行ったり来たりしそうなマップだな。行けない。あれ、こっちも行けない。うーん、なるほど。まあ一通確定できたってことは無駄ではないね。これ右行くと行くと戻っちゃうよね。まあ一応確定するか。あ、開くんだ。はあ。ここのエリアも怪しいな。あ、これも入れる。うん。ということは、この奥は何だい？おお。1231234。
あ、ピグ。何もない行き止まりだからテレポーターか落とされるかと思ったらそんなことなかった。あれ、なんかマッピング若干間違えてる。楽しいマッピング W。 まあ戦闘してるよか全然いいんですけどね。待てよ、これ月で進んでるからエストマー切れたよね。あ、まだ聞いてるか。あ、またここにもある。ここ出てこう、こうこうこう、123でこうか。この階段は下りだろう。で、ここの1マス怪しいね。とりあえずこの、うわー、ここもまだあるんだ。あ、これ1通じゃ、あ、いけた、大丈夫、びっくりしたまた一通に突っ込んでしまったかと思った。こっちはなんだ。あれ、あ、いいや、いいや、いいや。で、3階へ行った。あー、ここにもあるんだ、こういうタイプ。こっちは進めるな。ああ、行き止まりか。123。123。この辺。まあ、ずれたらずれたでいいや。必要になったら直せばいい。ずれと。こっち待てよ、この1マス怪しいね。なんもないんだ。これも下でしょう。となると左。うん。さて、これはどこかな。
そこですか。アイテム欲しいね。ここか。うん。234。1マスずれてる。こうだね。まあ手前から見ていくか。これって帰っちゃう？危ないね。これ一通ルートだ。こう。ここは行ったことないよね。ないね。うん。こことここ。こうで。トラップもないし、なんか素直すぎて逆に あっとこれは大丈夫？あ、行ったことないか。素直すぎて違和感のあるダンジョンですね。ずれてる。こうか。うん、違う。こうだから 1,2,3。 あ、全体的にこずれてんだ。ここがあって、ここが 1,2,3,4。 1,2,3 で、こうね。で、扉が
ここと、ここ、ここ。ただ、一通チェックしてないから、実は一通が結構ありそうだね。マッパー使っとこうか。お番です。10年くらい前に買ってほぼ据え置き機として使っていたノートが2日連続でブソッと、これは寿命ですね。しかし新規に買うには微妙な用途かといって、ないと微妙に困る。どこかに良い中古転がってないか見ながら配信見させていただきます。ありがとうございます。暇つぶしというかね、静かすぎる対策としての音要因として利用適当に使っていただければありがたいですね。なんでしょうね、2日連続でブリスクリーンオブです。10年ぐらいで据え置きかとなると結構いろいろとね、ガタが来てそうですね。なんでしょうね、電池がやばいとか、もしくは発熱系で放熱系がうまくいってないとか、CPU のグリスとか、その辺チェックかな。あとはストレージが死にかけてる可能性。10年前となると、多分ハードディスクだと思うから、ハードディスクが死にかけてるとか、どうでしょうね。SSD に交換すれば、10年前でもまだ現役でいけそうですけど。甘いですかね。でもさすがに10年前だと、買い替えた方がよっぽど快適になるか。難しいとこですか。用途次第ですけどね、タブレットとかね、 Kindle タブとかね、 Kindle タブ、 Fire タブかそういうのとかも ありじゃないかな。まあ本当動画見るとかね、用途限られちゃうけど。おお、ここも行き止まりか。やっぱりマッパーあると楽ですね。あれ、これゴグマゴグとかじゃない？なんだこれ、ケルプ。ほう、これ大丈夫か。なんか雷とか効きそうだね。犯人は10代から30代、もしくは40代から50代か、それ以上の男もしくは女みたいな原因が考えられますが、W。 よく言う専門家の、ね、犯人像分析ですね。ノートは交換も面倒なんで、問題箇所を特定しても買い替えになる可能性は高いだろうね。ああ、そっか。その手間考えると、もうメモリかストレージがやばそうなんで、そこら当たり変えればいけるかもですが、投げ売り NUC や投げ売りウィンタブでいけそうなので、パーツより安く買えるのを探しなかですね。なるほど。やっぱりそうか。もう、丸ごと交換した方がよっぽど早いし、時間的、性能的にも上ってことか。なるほど。まあ確かにね、古すぎるのを無理くり使っていてもストレス溜まるだけですからね。いやー、いてーちょっと竹見風さん聞きすぎ。これいけるかな。なんとかなったか。さあ、どんな敵だったんでしょうね。ケルプ64。あ、ってことはエストマ切れてんだ。
天使のキスってなんだ、メギド、マカカジャ、うん、まあそんな物理に弱くて魔法反射か。竹見和樹さん、だいぶ長い付き合いですよねいや使い勝手が良くて、本当デッドリーラウンドでしたっけ、あれ連発してくれるんで楽ですね。ファンの清掃と CPU グリスの塗り直しかな。あと記憶容量少なくていいなら余ってる SD カードとかに OS 入れて運用とかね確かにラズパイ的運用、それありですねまあ早々に SD カード死にそうだけどなかなか使いが考え方いろいろありますよね。私なら何とかして直そうとすると思うけど、結局パーツ買うよか新しいの買った方がっていうね、それに追いつきそうですね。あ、エストマ切れてる。ほんと竹見和志さん便利ですね。レベル50だというのにね、レベル52だっけ、53か。ここの敵ってレベル65とかなのにね、未だ現役ですよ素晴らしい。あー、粘土に弱いか、だから150も食らったのか。自分でリアで回復して、さて今のところマッピングの意味があんまりないけど、突き当たり上だね。うん、こっちはなんだ、何もない。ちょっと本当なんか素直な壇上すぎて怖いんだけど、一体この先何が控えてるんです。スタート地点に戻されるような極悪なトラップとか、あれまたレベル高いやつ。いや、こいつら倒せるよね、後ろ。なんだ凍鉄って、なんだ。まあいけるか。手前のやつは散々レベリングで倒してきたんで大丈夫でしょう。行って、後ろにも殴れるんだ。デッドリーゴーランド、これこれ。バインドバース、バースト、ちょっとやめて。おいおいおい。バーストか、あれなんかめちゃくちゃ回数あるんですよね。これ何、ネズミなんだか猿なんだか。いたいたいた、ちょっとやばいやばい。倒して、倒しきれない。やめてー。あ、死ぬ。凍鉄って初見では読めないよね。W ピンク。そういう漢字書くんだ。あー、まずい。殴るしかない。よし、凍鉄、南西にいる悪魔。おー、一体どこの悪魔か分かんないね。
シャイナ系なのかな。春秋でとか言ってるからそういうことか。すごいな、このサイトすごいね。原点が漢文で書いてある読めない。ありがとうございます。あ、マグネタイトすごあまりに画数が多くてね、漢字書いて調べる方法も取るの難しそうですね。こうやってあえて自分の MP を使うことで余計なことをしなくてさせないようにするっていう、そういう考え。エストマ聞いてるよね。あ、エストマ切れてる。っていうかもしかしてここエストマ聞かない？いや、そういうことじゃないよね。聞いてるね。切れたんだ。頭骨と頭鉄って何が違うの？あ、こいつが頭骨で、こいつが頭鉄。64か。あー、結構強いね。いや、でも一発のダメージ系か。連続攻撃系が欲しいんだよね。ちょっとアライメント見てなかった。交渉で仲間できるような、いや、エストマかけちゃったな。鋼鉄はダークローか、ローダークか。これ無理だな。ケルプは、ケルプはローか。これカオス寄りで無理だね。ちょっと極振りが多くてちょっと仲間にできない。アライメントをちょっと調整するのは厳しめ。ちょっと待った、マップができてない。はあ、そういう感じのマップなんだ。こうこうか。ここと、ここと、ここと。ここだ。こうこう、こんな感じかな。なんか若干行ってないとこあるけど、まあどうせ行き止まりでしょう。うわ、こんなとこにあるんだ。とりあえずこの辺かな。ここ。ってことはこっちのマークが違ってる。
これもなんか怪しいな。外周部回ってからの方が良さそうだな。ほう、なんだこの扉の多さは。怪しい。これ十字な交差してるところを滑っていくタイプなんじゃない？あ、なんかあるね。お、いや、いけるの。うわー、あれ？強制移動させられる。おー、なるほどなるほど。矢印のアイコンあったっけかな。あ、あるある。これがこうだね。作る意味ちゃんとありますね。これ一歩進むとどうなっちゃう？あ、そういうこと。書き方間違えてるね。表記しようか。滑る床はこれでいいか。いや、こうだな。これ滑る床、マップ上になんか目立つように書かれてるね。ここは素直に行けるんだ。ほう。となるとこの左、あ、これ戻されちゃう。
だったらば横から行かなきゃなんないのか。ここか。これでマップがある程度確定できた。滑るってことはこっから行くのか。なんか今までのマップに対して、あれ戻された。おお、滑って横に行っちゃうタイプなんだ。これどうやって複数書けばいいんだ。まあここでいいか。ってことは向かう向きによって変わるんだ。どのルートが正解かな。じゃあこっちの端っこから行ってみようか。あ、これはこれ普通素直に戻されちゃう。ほう、なるほど。じゃあここ、あ、こっちから行くと何も反応しないんだ。だったらばこれを右か。あー、しまった、ゲスで変わってた。あ、君か。よし、正解。ってことは正解ルート書いとこう。こうだね。で、上。まあ確定できたのは悪いことではない。ここか。これ南行ったらどうなるんだ。これなんか一通っぽいな、怖いな。ちょっとこれ北行くのやめよう。
こうだね。なんか一通の匂いがする。これなんかここが正解っぽいような、なんもない。一個下がってここだな。1、2、3、1、2、3で、こうで、こうか。あれ？あ、え？ん？エストマ聞いてない？あ、君らか。例えばこれって仲間になんなかったっけ？違う人？聞いてんよね、やっぱ65だと出てくるんだ。もう一人呼んだ方がいいかな。いやーまあいいか。この一箇所だけの怪しいな。1、2、まあ一応入ってみましょうか。あれ落とされる、久しぶりだね。ピットピット、違う、シュートか。ここまで戻される、なるほどなるほど。シュートの出口はどれだ、これか。これだね。まあ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 、ちょっとこれちゃんとゴール書いておこう。どっちに進んだらいいのか分かんなくなる。まあ見た感じ怪しかったけど、とうとうそういうのも出てくるようになったか。行ったり来たりの時間引き延ばし作戦始まっちゃいましたね。君らか。
いやー戦ってもいいや。150とか効きそう。80か。よし。なんか魔石がよく拾えるね。いやーもっと使っちゃっていいか。どうせ余る。で3回。よし。うん？これマッピング間違えてるな。これこうだな。正解だ。こんな近いとこは当たりじゃないでしょう。となると、いやーこれどれが正解か分かんないな。全部試せ系なのかな。いやーここだ。ここにかけよう。ここに行けるルートがある。で、こう。こう。こう、こう。ダンジョン探索はデザイナーとの対話。ね、双方の読み合いですね。相手の思考を読め。深読みすればするほどドツボにはまっていくっていう。ああ、これは何もなかった。これ？これもなんもない。1、2、3。どれだろうね。じゃあこれ？いやー、これどこ行った？あ、やった！未知のエリアだ。これ何回？これもシュートだけど、これ正解っぽい。
4回うん違うな、こうか、これ4回か。マップを見ながら周辺の作ってしまうのもありか。ただこれやるとどこ行ったか分かんなくなるっていうね。まあ楽できるからいっか。普通に近いルートだね。あ、なんか間違ってね。これ違うのか。こうか。やっぱり。マッパーで見えるところと実際のゲーム内のマップの違いでほんと混乱するな。左行こうか。いや、床見てなかった。え、操作不能。これもしかして主人公、あー、パライズ食らってる。ディスパライズ、ディスパライズ。主人公しびれてるとコンピューター使えないんだ。これは下向きか。5階。ルートあるな。脱出？進行ルートね。あれ、両方いけるね。よかった落とされるかと思った。ほんとたまにだけ一箇所落とし穴用意するだけで他延々と警戒することになるから作り方としてかなりエロいですね。精神的な
プレッシャーがすごいね。うん、こうか。あれ、これ行き止まりだね。ってことはこっちのルートは落ちてくるルートか。忘れかけた頃に置いておく。ゲリラ戦で一番効くやつですよ、うん、もう警戒、常時警戒しなくちゃいけないっていう、そのストレスっていうそれ自体が武器になるっていういいですね。ベトコン戦法的なやつですか。こっちか。結構移動できるね。あ、この角角は多分外周部だ。あ、またメッケ。4つ、1、2、3、4。これ下でしょ。あ、しまった。これ落ちてくるところ記録してないわ。ここ。いや、違うな。これ上だ。帰り道か。で、3階。え、ちょっと待って。今、何階にいたっけ ?4 階か。で、3階。そんなとこから出てくんだ。これ正面に行くと一通ですね。あ、正面行けない。なるほどなるほど。ん？違う。これぐるっと回って帰っていくタイプでは？だね。これ1通だ。ってことはこれも外れだね。で、エストマー聞いてます。聞いてるか。ということは下か、ま、全部外れ引いたのか。じゃあ道なりしばらく進行。うわっ、またやっちゃった。バカ。まあ一打目か。ディスパライズ。
これずれてる。からここ切り取りでこう、でダメージこれ、リフトマ使っておけってことですか。ここまではマップ作ってある。どっちかな、こっちかな。これはなんか戻るっぽいな。かとなるとこの先は何もないんでは。マップだけ作るか。何もないことを確認する作業。あー月齢かわ、あーどくかか分かってるのに。これリフトマーかけてるときにシュートがあった場合ってどうなんだろう。発動しないのかな。それによって進行ルートが分かんなくなるってことが起きそうな気がするんだけど、どうだろうか。作業用 BGM として優秀ですね。デビルサマナー配信、うん、BGM がとてもいい上にラクスさんの声が馴染んでる、うん、そして適度な悲鳴たまにミスって声を上げてしまいますね。すいません。確かに BGM として非常に、音楽として、ね、非常に優秀なゲームですからね。で私の張りのない声がうまいこと馴染んでるのかな。ありがとうございます。ね、あまり主張しないがために。あ、アイテムだ。唐獅子の鎧。唐獅子ってあの獅子舞のあれですよね。アイテムがいっぱいだ。いらないのなんだろう。いやなんかアイテム系はちょっと残しておきたいな。となると明らかにいらないやつこれかな。ビームウィップとか使わない気がするな。あ、これいらないわ。はい、あともう一個ぐらい捨てておこうか。連装危険ってなんか武器合体できるっぽいけど使わないからもういらないわ。貯めておくだけ。インベントには邪魔。ここに呪われてる装備ってあるのかな。イクイップ。あ、これも神聖武器だ。これ主人公しか装備できない。今神聖武器頭と体ですね。
新生武器って何なの？天空の装備みたいなもんですか？ここがこうだね。おや？あれ意外と広いぞ。あー広いね、広いですね。ここ違う、こことこうやってこうでこう、1個ずれてるね。こうだ。うん。これはルート的にどうなんだろう。うわー、なんか今ダメージよかったな。ちょっとエストマ、いやまだマップが見られるってことはエストマリフトマ、いや消えてるなってことは月齢変わったんだ。まず不縁寺使って、で、魔法でマッパーとリフトマ。長いルートがあるな。生茶さんの新生武器、モンスター PC とかラッシュ用の SMG とかですかね。かもしれませんね。もしくは CS でね、たまにあの乱暴プレイができるパラとかですか。そういう方向の線の可能性がありそうですね。あーこういう感じなんだ。1,2ここかな。こういう感じで、なんか違うね。一個こうか。ん違う、なんか一個ずれてるな。右の先端がこうだから、これがずれてるのか。こうだね。これなんで脇道あんだろう。落とし穴このルートにあるのかな。もしくはダメージ床あるからそれの回避用なのかな。ちょっとよくわかりませんね。いや歴代戦がハードだな。なるほど。未だなんか残してあるみたいですからね。そういう点で確かにあれが新生武器か。新生武器とか新代武器とか言われるやつですか。神の時代の武器ですね。あのザナドゥでいうところのブロードソードだっけ、ロングソードだっけ、あれみたいなもんですか。後の時代にね、神の剣と呼ばれているあれですか。こっちかな。どっちが正解だろうな。こっちと信じていくか。ハズレっぽいなこっち。大丈夫か。こう。こうだね。
さ、何が出る？また君か。やめてよ、やめてくれ魔法効くんだからやめて。ディアでも MP 大量にあるからかなり回復しますね。悪くない。こうかな。違う。あ、多分これ正解じゃない。どっちだろう、上かな下かな。あ、下方向、なるほど。で5回。いこれ正解ルートっぽいね。ってことはちょっと印つけとこう。現状はどこだ？ここか。違う、これ上。これ行っても大丈夫だよね。これ正面、あ、お宝だ。劣化のコテ、これも神聖武器かな。名称からして対炎防御的な。あ、火炎吸収。今何？火炎氷結に耐性、劣化のコテ吸収か。うん、いいんじゃない。間違ってるね。こうで、こうか。
123123ここも広いね。最終的にこの辺りになんかありそうだね。ま、右かな。まあ外周部外観わかるってのは、うん、ここもまたあれか、一通とか戻される道あるのかな。おや、1234567 1234567。難しい、直線引くのが難しい。やっぱ気になるから、あの怪しいとこ確定させとこうか。あ、これ1通、あっそう。なるほど。ってことはこの内側か。これ外周回らせるためのもっと何かな。また君か。お、えらい。やめてくれ。もう一人呼ぼうかな。あまりしか出てこない敵に対して悪魔余裕っぱもな。かといってエストマかけないとかなりの高頻度で出てきちゃうからマッピングには向かないんですよね。経験値は悪くない。マグネタイトはまあまあ。で、どうしようか。もう一人呼ぼっか。みんな
すごい勢いでマグネタイト消費していくタイプだね。役者、いや役者使いにくいな。呼ぶならハヌマンだけど、どうだ、ケチる理由もないか。どうせ余ってるんだし。なんかこのマップ123、なんかここゴールのような気がしてならないんだけど、もしくはエレベーターかな。違う、エレベーターこんな遺跡にあるわけないから。怪しい。怪しいけど、このゲームボス部屋って往々にしてなんか書いてあるから、これ違いますね。多分ヒューンでしょ。いや、テレポだ。あ、テレポであっちに飛ぶのか。なるほどなるほど、ここに飛ぶんだ。なるほど、そういうルートがあったのか。こうだね。ってことはこの先何があるんだ。びっくりした。はいはい、階段、階段だった。ボス部屋かと思ったけど、こんな中途半端な場所にあるわけないね。これは下でしょう。で、これが正解。いやー、マグネタイトが面白いように減ってく。あ、またいきなり階段だ。いやー、これもかなり上下するタイプだな。これもなんか6、7、8をフロールするタイプかな。
これなんかおかしいな。どっかで回転良かったな、これ。あ、ここで回転良かった。で、1、2と。回転よっか。いや、逆に向かってるね。回転床踏んだのに、ま、直進してどうするよ。ここもこうだね。ほぼほぼ同じデザインだ。ここも回転床。ここはない。ここはある。なんか怪しいところがあるな。あー、ぐるっと回ってるだけか。こっちも行けるぞ。あ、やばい。これ、S マー切れてる。あ、君か。この悪魔って、頭が鶏で、足が、うなぎ？何なんだ？なんか手に枝みたいな持って、逆手には盾ですか。あ、チャクラポット。いや、でもマッパー効いてるってことはまだ大丈夫か。ああ、これ左右いけるね。こうこう。いやー違う、一個ずれてるな。まあパッと見これだよね。あー、これどっち方向？これ上か。うわー、ここも道のエリアだな。かなり下だね。
石造りの扉は固く閉ざされている。ここ何かイベントで開くのか。なんかエジプトっぽかったね。鍵付きのにしとこうか。ここも広いな。よかった、即戦闘じゃなくて W。 戦闘、確かにあの黒い部屋とかだといきなり戦闘は確かにありえますからね。あのあからさまなイベント部屋以外にもはい、罠チックなのあるんで、それかと思いましたけど助かった。戦闘だったらばどんだけ死んだら戻されるのかと、ねえ、嫌な予感を頭よぎりましたけど。古代古墳はピラミッドの影響を受けていたんだよ。なんだって。よくあるパターンのあの古代長文明系ですね。ムーとかに乗ってそうですね。こっちルートでいいのかな。なんか意外と行けるルートが多いな。一個連れてる。早くゲスで変わってくれ。敵と会いたくない。ん？これ戻ってない？これ戻ってるね。あー、行き止まりだったの。あ？いや違う、あれ多分普通のルートのやつだ。壁が透過してるけど一通のルートだこれ。ゲズで変わったのに。あ、君か。4回攻撃してる。ハルマン通常攻撃だと最大4回なんだ。うわぁ。開いて。よし。
まずはマッパー使ってでエストマじゃなくてフエンジ。でその次が左右に対して一通なのか、どっちが正解だ。左行くと戻っちゃうね。右か。これなんかボス的な感じ？扉の封印解くたびに倒さないといけないのか。だったらば、後ろに呼んでおくか。ヤマタノオロチとガネーシャ呼んどいて、でセーブしよう。ってことは一回帰んないとダメか。なんか違う。怪しい扉だからこうで、まあボス戦でしょう。なんだこれ、ゾーマ。そういえばゾーマってあったね。我はヤソマガーズヒ、ゲイスの門の一方を守る者、イナルナ姫の眠りを破る者は許さぬ。ほう、これ魔法系かな、物理かな。まあとりあえず物理で、物理という前提で。あれ？金業部で、霊峰さんが深海部。うわー、これ魔法系か。とりあえず反射ゲーしときましょう。
ですね。魔法系っぽいですね。いやーレホさんちょっと遅いな。物理は効く。でも当たんないね。ムード効かない効かない。マカガジア。あー微妙。だったらば珍回復。レホさん殴るか。鉄砲効いたりしない。反射か。効かないか。ダメだ。攻撃が攻撃が当たらない。反射が敵のダメージにならないのが辛いですね。なんかヤマタノオロチさんってできない。ファイヤーブレスとかできない。室井がお願いします。効かないね。うわ、通常攻撃かよ。痛え。ちょっと何回やんの。3回か。カジャ系欲しいな。メディアか。新開封。ディアラマ。後ろのメンツが役に立ってない。ベノムフラッシュ。お、いいよ、反射してるよ。やっぱり武見勝さんが主力ですね。当たんないし。効かないから。ハヌマンさんどうにかなんないかな。疾風陣内とか使ってくんない。クイックマーダーとか。クイックマーダーが主婦人来。お、これ効かないやつか。普通に攻撃してくれればいいのに。そう、クイックマダーひたすら使おうとするのやめてくんないかな。ガネーシャさんはガネーシャさんでムード使うし。武見一樹さんほど長く付き合ってても命令させてくれないんですかね。武見一樹さん、オフェンスは選べるけど、あ、できる。すいません、武見一樹さん選択できますね。特殊物理攻撃ってあんだ。あ、いいね。なんかできるんだ。知らなかった。あ、いける。あ、なんだ。私、選択の仕方間違ってた。決定ボタンを押すんじゃなくて、矢印の右を押すと選択できるようになる。知らなかった。あー、じゃあマハザンマ。あれ
あ、使ってくんない。じゃあ魔法の指示だけ出しとこうか。タルカジャとかやってくんないかな。メイス。これも反射しても意味がないか。そこまで突っ込んだ命令は聞かん。ダメみたいです。マッカガジャじゃないんだよな。命令ダメみたいですね。じゃあ殴って。サンダーブレイク。グレートマジンガーですか。効かないし。プレイ時間数十時間かけて初めて言うことを聞いてくれる仲間が、と思ったけどまだダメだった。ダメですね。全然仲間、仲を良くしようっていうことしてないから。ちょっとなんでボス戦とかになると使えない技ばっかり使うんだろう。これ効かないって、効かないっていうか当たんないのか。カネシャ、竹美和地、ダメだ。みんなで幸せになろうよ。後藤大将的な何かですね。ディアラマ。いや、ヤマタノオロチをハヌマンの位置に移動しよっか。今更遅いけど。まだ攻撃しようとしてますからね。せめて主人公が殴れればな。レオポンさん前に出してマカラカン使ってもらって主人公を殴るっていう、そっちの方がまだいいか。いや、このターンはムーブでハヌマーの位置で、ディアラマ竹三日寿でヤマタノオロチが前だ。あ、前に移動できない。あ、今ダメなんだ。じゃあこのターンは耐えてもらおうか。いや違うな。だったら竹三日寿司は殴ってもらって、リアラマ、
あれ、あー、何か魔法をかけようとするとダメなの？ガネーシャの道に行きたいんだけど。だったらば竹三日槌をハヌマンの位置に移動して、ディアルハン、あー自動的に移動になっちゃうんだ。はあ、マカカジャ、タルカジャ、タルカジャあればな。鎮海府でハヌマーンがヤマタの首都交換。これで多少は攻撃できるでしょう。おい、もしか命中率上げる魔法あったな。あれでもいいな。ガネーシャがただただ呪うだけの存在になってる。こんだけマカガジャかけたってことはサイオとかは効くかな。反射されたりして、吸収？何？なんだと？ってことは相当回復されたな。魔法系吸収かな？あ、殴ってくれた。
じゃあ、ザマ吸収何やっぱ魔法吸収か、物理で押すしかないんだ。だったらパンツァーファーストか。うわ、避けられた。畜生。メディア。やめろー。じゃあもう一回パンツァーファースト。よし、反射。いやー当たんない。いやー敵を降りしてどうするんだ。これ鎮回復がなくなったら終了ですね。当たらこれ何をやってるんだ。
ダメだ、ちょっとこれ違うやろ。はい、じゃあ今日はここで終了します。いやー、次回はちゃんとメンバー最初から整えていきましょうね。余計なことしかしないやつは呼ばずに他の呼んでみましょう。あと蓮舫さん前に出してマカラカン使ってもらって、主人公は攻撃に参加してもらった方がいい気がする。でもう一人が武見勝次が殴ってもらうって感じかな。後ろのメンツはって感じか、選ぶのは。はい、じゃあ、ご視聴並びに書き込みやアドバイスや情報ありがとうございました。次回もまたデビルサマナーやりましょう。そんな感じでまた次回お時間ありましたならば適当によろしくお願いいたします。残業の延長はなかったかな。ブリュー、さすがにさすがに無理ですね。あ、お疲れ様です。うん、また明日マニアナの方向でおやすみなさい。